日本近畿地方京都府京都市北区、室氷室標室は京都市北区西鴨地区の西域山間部に位置する地名であり、また同地内でかつて氷を製造、貯蔵した場所をも示す。標室地区の風景四方を山に囲まれた山間盆地であり、標高は約380メートル。標室川が東西に横断している。京、の北方に位置する三寺。 教室別れにて、京都府道31号西陣、杉坂線と分岐し、城山を経て当地に至る。地名の起こりは、当地より近中へ氷を調達するための氷室が設けられたことによる。なお、この氷室跡は、教室神社境内を含めて1994年に、京都市登録文化財として登録された。残存するクルスの氷室跡の一つ、 藤原慶の時期には、大和国の戸助表室が開発され、金利へ氷が運ばれていたという。平城系への戦闘後も、なお、戸助表室から運ばれ続けた。しかし、平安系からはあまりにも遠く離れている。日本気略天朝八年上によると、山城河地良国各家家、氷室美宇く後ごけとなり。とあり、平安系への戦闘に際して、 当地を含め近隣の複数箇所に氷室を新設し、そこから氷を運ばせたという。当地の氷室は演技式に記載されたクルスの表質及び土坂表室にあたる。近隣の生活に不可欠な氷を作り出す氷室は、門戸氏により管理された。特に、平安時代末期に清原頼成がモンドに任じられてからは、病行堂清原氏がその地位とクルスの 土坂寮表室に関する所要を代々世襲し保護に努めてきた。江戸時代の表室集落の様子が1787年に観光されたと名所税周囲に描かれている。表室神社境内の建物の配置や山間の景観は現在とほぼ同じである。1889年にアタゴ群大宮村にしかもの小技となる。1931年に 京都市上京区に編入され、1955年に文区、新設の帰宅に含められた。1925年に大宮神城小学校標室文校が開設した。1950年には住民たちが自ら保有する山の木を切り出して、費用を捻出し、高上根まで届いていた電線を延長して、電気を開通させた。その後1966年には、 教室分校が2教室となったものの、1973年には在籍生徒が1名となり、京都市立大宮小学校本校への移籍が決定。当面、スクールバスが運行されたものの、1981年には教室分校が解体された。跡地の一角に記念の石碑の実が残っている。当地を構成する西鴨教室長及び、 西表室町の寮長合計人口は1935年で78名であった。その後、1980年で37名、2011年で24名と、年を減るごとに過疎化が進行している。3カ所の窪地、その周辺に製氷に利用された5カ所の氷池、そしてそれらの守護を目的に設置された、氷室神社が残存している。 5箇所の氷池に氷が張ると、さらに水をかけて、厚い氷を作り、それを切り出して貯蔵した。雪を踏み固めて作ったとの言い伝えも残る。日本初期人徳62年以上に見える記載や、これまでの発掘調査などから、直径5から8メートル、深さ2から3メートルのやや楕円形のくぼの底に、杉の木の枝葉を敷き詰め、板を張って氷を乗せ、木の枝葉や足、 茅やで覆って貯蔵したものとされる。旧暦6月15日に、当地から近中まで行列を仕立てて献上されるのが奈良足で、平安時代から東京テントに至るまで続いていたと伝えられる。氷を足、カヤで覆って馬で運んだ。あるいは天秤棒に杉の葉で包んだ氷を担いで運んだという。しかし一方で、 氷室の名称が列挙された1101年及び1266年の、門戸市中心上に、クルスの標室の名前が見当たらず、1684年、洋州府市、と名所図周囲の資料などからも、クルスの標室が12世紀に一旦は途絶え、その後再開したとする説もある。明治時代に入り、実業家、山田圭介が、京都市で製標業を営んだ初期には、 この氷池で作った氷を用いていたと伝えられる。現在、氷池や室跡は存在しない。氷室は彼から杉坂方面へ500メートルほど進んだあたりに推定されており、氷室は彼れ周辺の道沿いにある池がかつての氷地と伝えられている。1266年の門戸市中心城には長坂氷室の名が記されている。 本殿拝殿神社境内は、常日の通り表出跡を含めて1983年に、京都市登録史跡として登録されている。創建年代や遠隔は不明。奈良市春日の町の表出神社と同じく、仁徳天皇の時代に氷を作って、ぬかた大中彦彦に献上したと伝えられる、稲木大選主神を祀る。当地のうぶすな神であり、闘争の神としても知られる。 金利の倉氷に関わった、モンド氏、清原頼成につながる清原氏が誕生したという伝承が残る。拝殿は1636年、ご水のお天皇の代理証拠書の庭にあった釣り殿を移築したものである。この拝殿は片一軒の茅葺きで、正面に銅ハフを、両側面には三角の千鳥ハフをかけている。彫刻は、極彩式仕上げだが、白落が激しい。 大屋で大荒れ保護されているものの屋根周りの破損が目立つ。境内に石柱石道路を石仏が安置されている。名文により最古のものは1634年と刻まれている。藤原定家の歌集、周囲具装に掲載された歌が拝殿前に紹介されている。夏ながら秋風立ちぬ、表出さんここにぞ冬を残すと思えば、 クルスの表質跡のある丘陵と谷を隔てた西側の丘陵中腹に斜面を削って平面を造成した地に清原氏と傍流の伏原家の代々の墓石が約30基残存している。墓石には本家筋にあたる清原姓を刻んだものが多い。1705年の墓石が最も古く1876年に明治天皇の持続として奉仕した。 ふ原千里のものまでが残る。これらの墓は地元民により守られている。白山は、氷室別れの北北東約500メートルにあり、標室神社を結ぶ境愛道路の中間に位置する標高479.8メートルの山である。山頂付近は20から30メートル四方に平坦になっており、国土地理院の山東三角点の標石が設けられている。 この直下に車が配置され、高さ2から3メートルの段差のある石垣や土塁が、ところどころに良好な状態で残る。ここに、横堀やここを備えた道の庭城と呼ばれる砦が設けられた。築城には、諸説残り1553年、船岡山城にいた足利義輝が、三好長兄と交えた戦中に形勢を立て直すべく入場した。 あるいは明智光秀の居城であった丹波国地下山城に通じる道を見張る場所としては最適で光秀がそのための取り出を設けたなどが有力である。標質別れから北西の杉坂方面に向かう京都府道31号西陣杉坂線の右手山中にあるとされる小規模な山城で追記の経緯などは分かっていない頂上に主角が設けられ周囲に 複数の小規模な車が配置された。1月9日、山主が土器に洗い米を入れ、酒、塩、豆苗、スルメを持って、山主自身が選んだ一番立派な木、または岩を山の神に見立てて備え、1年間の山仕事の無事を祈る。この日の山仕事は禁忌とされる。ありがとうございます。